はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースデイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今日も今日とてアキンタノラスク遊んでいこうと思います。はい、ということで、まあ、早速ですね、まあ、ロモンにまずは向かっていくと。ここですね、まあ、バンバに行きたいところではあるんですが、まあ、バンバがですね、まあ、渋滞すると予想してまずはロモンに降りて、ロモンで物資漁ってバンバに行きをしばいていくみたいな感じで行きましょうか。バンバには1名降りてるかな。はい、とりあえず、まあ、このね、ロモンという名のしょうもない町に降りて、まあ、4人物資ね、ここにはあるんでしょうか。いいえ、ありませんということで物資争奪戦が始まっていきます。まあ、仲間であっても結局な、物資の取り合いには変わらないんで、まあ、そこはですね、まあ、皆さん譲り合いの精神なんてもんは持たずに、もうさっさと拾い集めましょう。はい、仲間より先に物資を集めたもん勝ちのゲームなんで、このゲームは結局はですね、まあ、活躍するには物資が必要だからな。うん、本当によくできてますよね、このゲームは。活躍するためには物資が必要だが、しかし、まあ、その物資をですね、4人で奪い合わないといけないっていうね、もうここの時点でバトロワはすでに始まってるわけですよ。いや、どうしようかな。今回使っていく武器は、いやー、まあ AKM かな。まあ AK と、いや、MCX も来たか。弾数的には MCX 度安定だが、いや、まあ MCX でいきますか、じゃあ。いや、でもな、AK でもいいんだよな。まあ捨てがたいけど、まあ MCX で、今回はしばいていくか。というわけで、まあ、最近ね、僕は、まあ、こうやってノラスクを、まあ、遊んでいるわけですが、まあ、皆さんとね、まあ、いつか、ノラで、まあ、巡り会えることを信じながらね、遊んでるんで、まあ、皆さんね、よろしければ、まあ、アキンタのね、ノラとかやってみてください。まあ、僕とね、被る可能性があるんで、そん時はよろしくお願いしますと。どこいる？どこに敵がいるんだ？全くわからん。あ、どうなってるでしょうか？なんか撃たれました。変なところかな。そこか。はい、とりあえずしばいておくと。じいじ。ほんじゃ、まあ早速バンバでも行きましょうか。3番さんがね、まあ向かってるんで、まあ僕もね、まあ、援護行きたいと思います。バンバいたからな、1枚いるんで、まあ、気をつけていきましょう。まあ、それを一応、まあ教えておかないといけないよな。ここいるから気をつけましょうねっていう意味で、まずは味方にですね、まあ、ターゲティングを、まあ、示しておく。はい、僕ね、右の奥歯の奥のさらに奥にさ、口内炎ができていて、めちゃめちゃさ、なんか喉が痛いんだよね。喉っていうか口の中だからさ、正直さ、もうこんなさタイミングで動画とか撮りたくないんですけど、口内炎って結構長引くじゃないですか。だからもう取らざるを得ないんだよね、本当に。ナイス！口内炎の話をしていたら、まあ味方がしばいてくれたと。それでかいね。まあ多分その1枚しかいないから、まあとりあえずはもう、じゃあバンバー漁りましょうか。バンバン漁っていこう。バンバだけに。サップ！まあもう正月休みもね、明けているので、まあ今ね、平日の真っ昼間に撮っているんですが、こんな時間からね、まあ、ニューステをやってるプレイヤーは、まあ、相当ニューステ愛が強い、もしくは、ただの暇人、もしくはニートなんで、まあ、強いことには変わりないと思うんだよ。うん。だから、ちょっと気合い入れてね、敵しばいていきたいかなというふうに思うんですが、いや、どうしよっかな。MCX カスタム2でも使いましょうか。一回使った限りでさ、もう、それ以降使ったことなかったから、とりあえずこれ使うんですけど、コンペンとさ、タクストが落ちてしまうからな、これ。やっぱ一長一短あるよね、このカスタムは。まあ、みんなこのカスタムが好きかどうかは知りませんが、まあ、僕はですね、そんなに好きではありませんね。でも好きじゃないこともさ、まあ、苦手なことも、やらないといけないのが、まあ、この人生じゃないですか。まあ、だから、ニューステートっていうのは人生なのかもしんないな。よく代表的な言葉でさ、クラナドは人生っていう言葉があるんですけど、それにね、匹敵するのかもしんない、ニューステートも。ニューステイトは人生ってね、なんか言葉が、まあ、そのうち流行るのかもしれませんね。はい、とりあえずバギー乗っていくか。なんかアベマでさ、とある番組を見てたら、なんかゆっくり喋る男性の方がね、まあ、モテるみたいな、
話を聞いたので、これからはね早口なんてやめようと思うんだよ。俺早口やめようと思ってさ、やめれるのかどうかわかんないんだけど、ゆっくり喋る男性の方がモテるっていうね話を聞いたので、これ2回目か言うの。あ、いるね、いますね。ここ芝来たね。あー、いる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 。わー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 、ナイスナイスナイス、そこわかってる。オッケー、1枚芝いて、あともう僕の前か。はいはいはい、強い強い強い、最強、強人無敵最強。さあ、そしてあとはどこでしょうか。仲間と共に詰めていくだけ。簡単なお仕事ですね。頼りがいあるね、ほんと。今回メンバー最強、この最強の野良メンツと共に芝居ていくんで、いつの間にか2番さんは落ちていました。なんでここスカウトしたいな。ワンチャンスカウト入れたいけど、敵がですねスモークを焚いて行方をくらませました。はい、いや、ここ正直漁りたいんだけどね。漁ってる暇ないかと思ったら、もう4番さんががっつり漁っていた。いや、こういうさ、やっぱあの漁る能力っていうのも求められるような、ニューステイト本当にいろんなさ能力を総合的に持ってないとね、ドンカツってのは取れないんですよね。撃ってきた、ナイス。いや、ここで芝居たか、素晴らしい。ただちょっと物資がないな。ロモンに降りたせいでちょっとあの回復がね足らないんですよね。ちょっとエナジードリンク系が全然ないんで、これは僕の判断ミスなのかもしれない。いや、リクルートしたいな。ちょっと一応仲間にさ伝えておくか、隊員の数が足りないって。言っとくわ、とりあえず。僕の代わりになんか女性が言ってくれました。なんだと伝わってないようです。僕のミニが腐っちゃってるんで、やっぱスコープとか取りたかったよな。まあしょうがないか、漁る時間あんまないんですよね、アキンタね。ほんとね、忙しいわ。なんか PUBG ってさ結構その忙しくないイメージのゲームなんですけど、ニューステって忙しいよね本当に。俺なんか PUBG モバイルやってた時さ、なんかレアゲ中とかさ普通に Twitter とか YouTube 見てた気がするんだけどさ、そういうわけにはいかないんだよね。あ、キンタ早いのかな、やっぱり。トロイとかだったらもうちょっと暇あるんでしょうか。やっぱこういうさ、まあ、せわしない実況者には、まあ、向いてるマップだけどさ、やっぱゆっくり喋るのを意識するとさ、あ、キンタって向いてないよな。だから、まあ、俺がさ、早口なんじゃなくて、これ、アキンタがいけないのかもしんないな。俺、アキンタやってるせいでさ、女性視聴者がさ、4% しかいないのかもしんない。もうマジでアキンタ許さねえわ。新マップが出たらアキンタなんて速攻やめてやろう。でも新マップも 4×4 っていう噂があったんで、だから、まあ女性にモテる未来はないんでしょうね。この僕が。こんがりは、もう男性リスナーに好かれて、まあ、今後もね、続けていく必要があるんで、まあ皆さんよろしくお願いします。はい。男性視聴者率 96% なんで脅威の。ちょっとそこのバギーが不自然ですが、まあ特に目立った、まあ扉の開き、あ、いたわ、今いたね、1枚ね。とりあえず展開しようか。私右展開いきます。領域展開、無料空所。あ、その裏はいないでしょ、さすがに。多分いないと思うんだよね。とりあえず包囲していく、ナイス。あはは、やばいやばいやばい、あぶねえ。よく後打ちで勝ったな。とりあえずリクルートと、ここで隊員を増やしていく。これだよね、やっぱり醍醐味は。ニューステの醍醐味っていうのはさ、リクルート機能を生かさないとな、のラスクだから。はい、ありがとうございます。とりあえずまあここで2番さんの穴をしっかりと埋めていくわけ。こうやってね、まあ、抜けてもさ、全然大丈夫なのがニューステートの良さだよね。仲間が抜けたら補充すればいいだけなんで、足していくだけなんで、そういうことなんですよ。てかめっちゃいっそう、ここぴょんぴょんしてなかった敵いるよね。いるわいるわ。さあ1枚いって、やばいやばいやばい、マジでまずい。だるいだるいだるい、上だるい上だるい。
めんどくさいってそれ。ちょい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 。4番さん、4番さん。ナイス。素晴らしい。3番さんと4番さんのシナジーがやばい。素晴らしいわ。連携力20まで。まるで初めて戦ったとは思えないほどの連携力ですね。これ VC 繋がってないからな、みんな言っとくけど。最強。素晴らしい。ナイス。ここさ、俺スコープ欲しいな。これも遠距離ガシガシやっていきたいけどさ。あっちいたな。あ、いるな。いっぱいいるな。いっぱいいる、いっぱいいる。ナイスナイスナイス。みんな分かってんな。オッケーです。しかし、スコープがない。うっそ。了解了解。さあ、5番さんもしっかりと仕事果たしていってくれる。素晴らしいですね。たまにさ、途中雇用した人でさ、サボる人いるんだけど、今回はそんな人じゃなかったようです。いや、いるね。あれ、しばきたいな、あれな。もういないか、裏には。さすがに引いてるようですね。とりあえずはもう盾をすべてなくしてあげて。で、どうする？いるな、あんなところにもいるな、両線いるな。いっざ！エーダボカ、くっそ！もしね、アキンタのラスクをやって、僕と被った際は、ぜひ、よろしくお願いします。以上、こんがりでした。じゃあな！じじー。